お父ちゃん、どうしたんだ、カコ。みんながね、学校のみんながマカコちゃん家でクリスマスパーティーやりたいって言うんだけど、ダメだよね。そうだな、うち家も小さいし、ごっそうも、ごっそうならできるぞマカコ。本当お父ちゃん、じゃあ限定4人ぐらい呼んでクリスマスパーティーお家でやってみようか。お父ちゃん、ごっそうって何？それはチキンだよ。クリスマスチキンとくればローストチキンだ。じゃあクリスマスの日にはお父ちゃん腕振ってマカゴのためにローストチキン作っちゃうから。ということで本日も始まりました、無駄なしまかない道場でございます、お父さんね、まかないくん、マカゴちゃんのためにローストチキン作っていこうじゃないかということですね。はい、それでは早速薬局ドラッグストアでビシバシ板橋白血球と始めてまいりましょう。はい、まずですね、まあやや大きめのチキン、まあこれバラバラで全部600円だったんで 1,2,3,4,5,6,7 7個入ってるね、1本いくら90円70円ぐらいですね。はい、そうしたらね、この表面にね、ガッツンガッツンとね、穴開けてみましょう。もしこういう肉刺しっていうんですか、こういうのがない場合はフォークかなんかでね、ガッツンガッツンつるビンゴとねやっていただくと結構です。はい、それではね、全部ガッツンガッツンつるビンゴとね、穴開けてみましょう。これなんで穴開けるのってところなんですが、まあお肉も柔らかくなるし、この後下味でお塩、ブラックペッピー使うんですが、それが染みやすくなるためにね、こんな感じで穴を開けていきたいと思います。まあまあね、熱も入るんじゃないのってことですね。まあ丸取りでやってもいいんですけどね、丸取りちょっとうち多くないんで、まあとりあえずこんぐらいの大きさがね、食べやすくてちょうどいいんじゃないみたいな感じじゃないでしょうか。それではね、全部ね穴開けちゃいますね。ガツンガツンいくよ今日も。はい、骨付きの鶏肉ですね、全部ねガツンガツン終わりました。そうしたらですね、大体これ売ってるのって冷凍が多いんですよね。で冷凍を何そのままパックしちゃうと肉汁とか結構、まあこれもこれさっき捨てちゃったんですけど出てちょっと嫌な臭みが残ったりするんですね。そしてそれを消すためにね、お酒日本酒をねチュン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 、まあ適当に混んでください。はい、そうしたらこれをね、もみ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 全体的にね、このお酒が絡むようにね感じでお願いいたします。はい、それではですね、味付けの方に入っていくわけなんですが、すごい簡単です。まあ、最近売ってるやつっていうのは結構甘ったるい何醤油系みたいなやつなんですが、やっぱりローストチキンは塩コショウ味がね、私一番好きなんで、今日は簡単にね、塩コショウ味でね、行ってみたいと思います。はい、それではですね、この鶏肉の準備をね、一番面白いですね、というのでね、パッカンパッカンパッカンやつですね、パッカンパッカンね、振ってくださいね、パッカンパッカンパッカンやつですね。まあ、薄くても結構いっぱいなくてもね、結構です。あとでね、塩とか食いやいいの話なんでね。はい、そうしたらブラッキーペッピーですね。はい、粗挽きはよろしいですね、粗挽きがね。はい、これもすり込むような感じでね、すりすりすりんこすりって言い付けですね。はい、ガッツンガッツンすりりーなそうですね。はい、もうこんなんでね、オッケーオッケー、便利オッケーです。はい、そうしたらこれね、ラップして、ね、まあ冷蔵庫もいいし、もう寒い時期になったんでね、もう常温でも全然問題ないです。ね、1時間ぐらいね、その辺に放置してから焼き始めましょう。それが1時間後にお会いいたしましょう。ラップしてね、蒸し飛んでくるのやばっけだからね。まあ鶏肉を寝かしてる間にですね、周りにそれつけるね、お野菜あたりを切ってまいりましょうか。使うのは、まあ、セロリとかね、香味野菜があればいいんですけど、人参とかは香味野菜、ギャルとも香味野菜、ね、玉ねぎも香味野菜ですね。これが彩りなんでね、最後の仕上げにね、入れたいと思います。いいなんですね。まあ、冷凍のブロッコリーとかね、あればちょうどいいのかなとは思います。それではですね、野菜をガッツリとね、切ってまいりましょうか。人参ですね。外ね、どうでしょう。スティック状とかがいいのかね。なんだろうね。ね、感じで、ガッツリだ。まあこれ適当にね切っていただければ結構ですよ。ね、これ皮ごとなんですけど、ね、よく洗って皮ごと使っちゃってね構いません。
ませんできたらボウルに戻しましょうかはい、そうしたらジャガイミーですねはいジャガイミーこれもね、皮ごとやってしまいます、これをですね洗ってありますねはい、大きめのがホックンホックンホック色してね美味しいかもしれませんジャガイモね、中3個程度ですかねはい、こんな感じで同じぐらいの大きさに切っていただけると、火の通り具合がねちょうどいいっていうのね一つが通れば全部通ってるよみたいな感じですねちょっとジャガイモ多いんじゃないのってねジャガイモ好きなんでねちょっと多めにこう、チョイスさせていただきましたはい、ガッツリやボウル入れてはい、そこにしたらネギターミーですねはい、ネギターミーまあこれ皮ごとでもいいんだけどまあとりあえず食いにくいんでねまあでもローストしてしまえばね本当はきちんと潰すだけじゃない結構取れちゃうもんですがまあとりあえずね皮を剥いていきましょうかっていう感じですかねはい、ガッツリのせとね皮を剥いてまいりましょうはい、それではですねこのネギターミーの皮ですねこれを剥いてまいりますね。はい、ネギトロの皮ですね。はい、剥き終わりました。ハーキーカットしておきましょうか。さらにハーキーカットぐらいね。ハーキー言ってる場合じゃありませんよ、お父さん。ね、感じですね。はい、そしたらさらにカッティング、1/4カットぐらいですかね。はい、こんな感じ。でいつもはここ分の字カットするんだけど、今日はつながってた方がいいんで、ここねカットしないでそのまま使いましょう。はい、残すはニンニクですね。はい、ね、国産青森産のニンニク、これ使っていきましょうか。これは、これ剥かないでいいのかな、めんどくさいな、これ剥くのは、みたいな感じですが、ね、はい、ガッツリと剥がして、まあ、とりあえず、皮剥いちゃうか。ね、はい、このお尻の方からね、つるんかと、はい、あの手でこうやって、適当に剥がれ、マス皮ですね。はい、こんな感じでね。それではニンニクを全部ね皮を剥いてしまいましょう。はい、ニンニクもね皮全部剥き終わりました。あとはね残ったピーマンだけですね。バッツリーなどね。これ色取りなんでまあ適当にね。これだけはね別に最後のね蒸らし状態的な時にね打ち込んでいきたいと思います。こんな感じでピーマンだけはね別容器の方にね入れときましょう。はい、それではですね、まだ30分だよね鶏肉ね、30分ちょっとアニメ見てくるからちょっと待ってね。鶏肉ですね、塩コショウして1時間が経ちました。それではですね焼いていきましょう。まずね、フライピンの方に、まあ、アンパンでできちゃうからねオーブンいらないからうちみたいにオーブンない人かわいそうだからねこれね。はい、オリーブオイルですね、引きましょうか。はい、そしたらまだ火つけないでいいっすね、じっくりゆっくりね行きましょう。ちょっとこれやばいかもしんないね、オリーブオイルをこうつけながらやばいかもしんない、やばい、何がやばいのっていうことなんですが、ですねこれ野菜入るとこあるのみたいな感じですね。やばいね、やばい、この辺に野菜入れたとしてもって感じだね。あ、じゃあね残りの3本はね、夜にしましょうかね。はい、そこを敷いたら、こいつですね、クッキングシーティーですね、クッキングシーティーね。はい、これを切っていただいてね、ガッツリーナといきましょうかね。はい、このクッキングシーティーの方にね、お野菜の方を入れていきたいと思います。はい、ということでね、もう見てお分かりですね。これもちろん全部入んねんじゃねえみたいなね、感じですね。はい、それではですね、まあ、程よいくらいね、いろんなお野菜ですか。ね、じゃがいも、人参、ネギターミーですね。はい、ネギターミー。もうちょいじゃがいも切ってもいいかな。はい、じゃがいも、ネギターミーですね。はい、ギャーリック。でかいね。さすが国産です。はい、こんな感じになりました。はい、そうしたらね、天下一発ですね。はい、天下一発していただいて、おお、来ましたね。はい、ここはね、中火から弱火ぐらいで、まず鶏肉の方にね、焼き目がつくような感じでね、いっていただきたいと思います。はい、それではですね、こいつの方だね、
お野菜の方にもオリーブオイルね、これからちょっと垂らしておきましょうかね。バツリノスケとね、はい、オリーブオイルが垂れもした。そしたらね、焼けにくい感じでしょ。今日はね、蓋してね、蓋して焼いてしまいます。はい、こんな感じでね、ガッツリの人ね、やっていきましょう。それではね、ちょっと鶏肉の方にね、焦げ目がつくのを待ちましょう。中火でこと5分ぐらいですかね。ちょっとひっくり返してみましょうか。あ、いい感じの色になりましたね。はい、いい感じの色になっております。ね。はい、まあ、これ表面のね、皮の方しか焼けてないんで、これからじっくりとね、弱火でね、中まで火を通していきたいと思います。そうですね、これ結構時間がかかるよ。続いて20分ぐらい弱火になってみないのかな、みたいな感じですね。はい、そしてこのお野菜の方ですね。お野菜の方にね、はい、水を、こんぐらい、こんぐらいってどんぐらいだよみたいなね。そうですね。これが 200cc だ。100cc ぐらい入ったかな。ね。はい。あとはね、弱火、中火ぐらいだ。中火だとちょっと鶏に焦げる恐れがあるんだね。蒸し焼きですよ。蒸し焼き。ロースイコール蒸し焼きですからね。はい。で、それに適してるのはこの足の部分とかね、いう感じですかね。肉でよく、すいません、ロース3枚お願いしますとかね、ロース3人前お願いしますとかね、肩ロースちょっと買ってきてとかね、ロースがつく言葉あるじゃないですか。あれは大体ローストに適したとこからね、だんだん略されてロースっていう部分になったという説もございます。はい、それではね、20分ぐらい弱火でね、じっくり蒸し焼きにしていきたいと思います。はい、ということでね、今5分ぐらい経ったんですけど、どんぐらいの焼き加減かなみたいな。いい感じですね。いい感じ、いい感じ。はい、それではですね、何これ、そうそう、月桂樹の葉っぱですね。まあ、ローリエとも言います。ローリエとも言いますね。はい、あとはね、いつものようにバジル粉かなんかね、スコルダキンコムカントね。はい、これであと推定15分ぐらいじっくりね、蒸し焼きにしていきたいと思います。マカコ、もうちょっとできるから待ってて。蓋をして7分ですね。経ちました。見えるかな、この野菜がグッツグッツ言ってるのね。はい、こんな感じで、こっちはね、こっちはオリーブオイルでパッツンパッツン、こっちはね、水でたんでブックンブックン的な感じですかね。はい、そうしたらね、下の方と上の方のお野菜ですかね。はい、これをね、まあ、天地返し的な感じでね、してムラなくね、お野菜が蒸し焼きになるような感じでね、お願いいたします。はい、よろしいんじゃない。ちょっと鶏肉見てみる。ローリエこっち入れて同様、いい感じですね。いい感じです。で、ちょっと今見えます、ここにオリーブオイルがね、ぶっつも出てるの。もしこれが少ないようでしたら、まあ、鶏肉の皮からも油出るんですし、最初にやったね、オリーブオイルもあると思うんですが、もしここでオリーブオイルがないような感じだったら、もう一垂らしかけてください。そんじゃないとね、焦げつく恐れがあります。はい、早く蓋しよう。ね。はい、ということで、あと13分ぐらいか。ね、弱火でね、グッツングッツングッツリーノスケとやっていきたいと思います。それではまた後ほどお会いいたしましょう。マカコ、いい匂いしてきたから。楽しみだね。蓋をして、合計20分がね、経ちました。ちょっと見て、もうちょいのような気がするんだけど、どうでしょう。それを確かめるには、串。はい、ちょっと刺してみましょう。はい、それではですね、まあ、肉の方いきますか。あ、まだだね。芯通ってないね。これ刺してみて、わかる？火が通ってるとスルスルスルって入るんだけど、入んないもんね。まだ真ん中へ。そして、あ、出てきたね、今。見えたかな？ね。こう刺してみて、まだ濁った水とか血が出てくる場合は火通ってないです。透明な、油みたいな水が出てくる場合は、これ通ってんね。こいつだけがちょっと通ってないんだね。ここ赤いの出ちゃってるしね。こいつはどうかな？これもまだもうちょいって感じか。こいつとこいつはもうちょいですね。この辺は火通ってんじゃねえのみたいな感じですけどね。
うん、透明な油がね、じわじわじわっと、ね、まあ、まだちょっと濁ってね、全体的に濁ってますね、もうちょいってことだね。はい、お野菜の方ですね、でかいじゃがいも、スコルバキ、あ、もう野菜の方はほぼほぼ火通ってるね、真ん中にちょい芯があるぐらいね。はい、それではですね、あと10分ぐらいね、やってみますか。ちょっと逆さにしてみるのね。はい、逆さ、いい色だねこれね。はい、ちょっと逆さにして、ローリエはこの辺置いて、逆さにして、よいしょ。はい、それではですね、あと10分ぐらいですね、蓋をして蒸し焼き続けてまいりましょう。合計30分ぐらいかかっちゃったね。まあ美味しいもの食べるには多少の時間は必要ですよね。タイムイズヤミー。あれから、さらに10分ですね経ちました。いい音だね。さてどうでしょうか。もう野菜はね、さっきほんの芯だけだったんでね、あれですか、鶏肉の方だよね。どう、どう、串はスッと通るね。串はスッと通って、ね、透明な油みたいな汁出てきましたね。はい、これで完成でしょう。おお、なになに、いい焼き色についちゃった。あれ、たった10分なのにね。はい、おお、はいはい、いい感じ。よし、はい、ラスキー鶏肉ですね。はい、そうしたらここでですね、彩りのピーマンですね。はい、ピーマンの方をね、まあ絶対にばらまきますかね。はい、こんな感じで、はい、蓋をして、弱火でね、まあ10分ぐらいやればピーマン火通んじゃれば、まあ、ピーマン生でも平気なんだけどね、とりあえず火通した方がね食べやすいかなということで、さらに10分追加しましょう。合計で1時間近くかかっちゃったね。まあ美味しいもん食べるには1時間ぐらいね、無駄にしないね。あ、鶏肉寝かしたら1時間2時間ぐらいかかっちゃったな。まあいっか。10分が経ちましたね。はい、こんな感じで、完成となります。それとね、お皿の方に盛り付けてね、ガツンガツンツリンコとね食べてしまいましょう。マカコできたぞ、うまそうじゃない。はい、みんなできたよ、クリスマスチキン。はい、マカコと一緒に食べておくれ。もうマカちゃんのお父さんすごい、こんなの作れるんだ。まあね、私のお父さん最高だから。じゃあみんなお上がりなさい。いただきまーす。はい、ということでね、完成いたしました。最後にね、ちょっとクリスマスらしくね、銀紙巻いて、でもね、これ銀紙巻いてもすっげーあちんすよ。これどんだけあちんりんこれーね、感じです。はい、ちょっとマジあちんすけど、これ、まあ、そうだよね、1時間近くね蒸し焼きにしたんでね、いただきます。このただの塩とね、スパイスの香り最高じゃないですか。いただきます。これですよね。特にこの外の皮のとこがね美味しいね。1時間ね、塩とスパイス、まあブラックペッパーですかね、つけたわけによっても中にガツンと味がしみて、中の方までねいい塩味が入っております。いただきます。激アツできます。これです。いただきます。もう柔らかい。ギャーリー、いただきます。とろけてます。じゃがいい意味ね。いきます。おいしい、食べるの。鶏肉、あっ、いいな、マジ熱いんですよこれ。いただきます。最高ですね。
おいしい。うん、ベリーグッドです。はい、ということで本日の最後まで無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日ですね、クリスマスチキン、クリスマスに持ってこいのね、ローストチキンの作り方ね、これ動画にしてみました。もうまかこちゃんもね、大喜びで友達とパーティーしてますよ。はい、そして皆様にね、一つお願いがございます。動画アップのモチベーションを維持するために皆様の温かいグッドマーク一票入れていただければ幸いかと思われます。それでは失礼いたします。ねえねえお父さん、サンタクロースって本当にいるの？いるさ、限定9歳まで見れるんだよ。10歳超えるとちょっとどうかな。もし欲しいものがあったら靴下吊るしておくんだよ、マカコ。分かったお父さん、私ステーキ食べたいからステーキ肉お願いします。マカコはぐっすり眠って朝起きたら親指の穴が開いた靴下が吊るさがっていた。その中には血の滴るステーキ肉が、親指の穴から血がタクタクタクキャー。それでは失礼いたします。またお会いしましょう。サンタクロースと会えるといいね、みんな。じゃあね。